はい、皆さんこんばんは、大塩でございます。クラクラクやっていきましょう。で、まずご報告っていうわけ、まあご報告する本でもないけど、一応カマキリのサドルね、バルゲロから送ってきました。なんかいいサドルあったんでね、とりあえずそれを送ったって感じかな。 OK。 で、まあとりあえずね、カマキリのサドルのことはどうでもいいんで、はい、これ見てください。はい、ついにスキューバセット作れるようになりました。はい、ついにスキューバセットがね、解禁です。なので、もう早速ね、こんだけ、作ってあります。はい、こんだけね、はい、大量に、はい、作ってあります。で、砂漠にね、この間行った時にね、赤クレートからスキューバのレギンスだけはね、なんか1個設計図が出たから、とりあえずね、これだけはまあちゃんと設計図で作りました。まあここら辺でエングランポイント浮かすっていうね。まあとりあえずね、こんだけスキューバセットも揃いましたんで、とりあえず今日はモササウルステイムしに行こっか。うーわ、久しぶりに見たな、リオプレウロドン。あ、こっち来てる。あ、こっち来てるな。うわ、久しぶりに見たな、リオプレウロドン。なんか今テイムしてもしょうがねえけどさ、めっちゃ久しぶりだな。あー、もうなんかキラキラ輝いちゃってまあまあまあ、またまあなんか いつか機会があったらお前のことをテイムしてやろう。今はその時じゃねえだろう。ってか してもしょうがないしな。結構しつこいやっちゃな、こいつ。いやー、あんま殺したくないんだけどな。結構しつこいな、リオプレウロドン。てかあれか、別にリオプレウロドンはあれはなんか限界、なんか震度とかそういうのはないのか。そういえばそういえばないか、この子は。あん、あんのか、わかんねえや。まあいいや、とりあえずこのまま吹っ切ってしまおう。うわー、いたわ、俺のトラウマ、グレートホワイトシャーク。この水晶地帯のところの近くにいるのか。いやー、ちょっといつかリベンジしましょうか。あいつは130レベルってのがまた怖えな。こんなとこで捕まったらもうおじゃんだからな。ん、あ、いたわ、60レベルか。結構水晶地帯の近くに湧くことあるんだよ。おっとっとっと、びっくりした。いやー、出た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 、水の中特有の、水の中特有のこれ、水の中特有の、もう音もなく後ろから後ろからとか上からとか近づいてこられるこれ、来ましたわ。で、お前らレベル何、20レベルと140レベル。これいいなあ。エラスモサウルスも1匹ぐらいテイムしてた方がいいよね、さすがに。なんかだいぶ前にエラスモサウルスのなんかサドル手に入ったしな。サドル、違う違う、サドルの設計図か。ちょっと一回上上がろうか。ちょっとこの辺りに一個罠作ってみ、お、置くか。どうしよう。まあ、この辺りに罠一個作っとくのありだな。まあ、とりあえずちょっとこいつら振り切らないと、あれ、鬱陶しくてしょうがない。お前、どこまでついてくんだ、お前ら。いや、結構深かったか、これ。あー、割とついてくんのね。まあいいや。とりあえず、一回離れますか。てか思ったんだけどさ、この近くに罠を作っておけばさ、あれじゃん、グレートホワイトも一応テイムするときに役に立つんじゃね？よくよく考えたら。ああ、じゃあ作っとくのありだな。うわ、なんか変なのついてきてたし。あれ、あれがグレートホワイトだろ。あ、違った、メガロドンだったうわうわ、出た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 、電気ウナギ出た、電気ウナギ、久しぶり久しぶり。あの、第一シーズンでは何一つお世話になんなかったな。うん、とりあえず安全確保するか、ここら辺の。エラスモサウルスな、意外と感知範囲が広いからな、あんま近寄ってるところで作ると危ねえことになるから、いいや、ちょっとこの辺で作るか。あー、出た出た出た。しかし、お前らの電撃なんか効かぬわ、お前。あー、でも噛みつきは効くんだよな、噛みつきは効くんだよな、噛みつきは効くんだよな。ちくしょ。ちょっとこっち側寄ってきてくれません、こっち側。あー、もう。こいつら手渡してみるのか、マジ地獄かよって感じだよな、これ。
まあ平たい場所だしかなりいいんじゃないだろうか。うわ危ねえ危ねえ、もう来てたわ近くに。あっぶね、とりあえずこの20レビューなんとかせんとな。ほんとオッケーオッケーオッケー、ようやく20レビューの方は処理できたが、まあこいつもこうやってちょっと邪魔なんだよな。まあ向こう側にちょっとやるか。まあこんなところか。一応罠が見えないところまで来たし、まあモササルの近くだな。とりあえずまあここにで振り切れたら振り切ってしまいましょう。こんな感じで。やべえ柱足りなかった、柱が足りなかった。オッケー持ってこようか。また足りないよね柱。残念すぎるな。というかどのぐらいの高さまで作ったか俺覚えてないんだよな。第一シーズンどのぐらいで作ったっけ。てかね、あのさ、これ、分かってもらえるかな。あのさ、これ、今、メルビルさ、まあ、あの、こう、限界深度を超えてから、まあ、ダメージ受けてんじゃん、継続的に。これが怖いんだよね、なんか。これ、限界深度のダメージだなとかと思ったら、実は敵に噛みつかれてましたみたいなパターンだったら、めっちゃ怖いじゃん、これ。さて、もう、なんか、足りるかどうかも怪しいな、本当に。一応あれなんだよね、これ、あの、最初にちらっと言った通り、これ、あの、モササウルス、ようなんだけど、一応これ他のやつ、他のこれあのグレートホワイトシャークとかもさテイムできるような感じにしたいからさ、隙間があんまり空いてない方がいいんだよね。隙間が空いてるともうグレートホワイトすり抜けちゃうから、メガルドンと同じだから大きさが。オッケー、ちょっと素材不足っていうか、まあめんどくさいっていうのも理由があるけど、一応グレートホワイトには対応してないが、まあモサとかをテイムする分には何の問題もないやつが出来上がりましたよと。よし、ほんじゃ行きますか。ただあのモサはテイムできんな、60レベルだしな。エラスモサウルスもな、さっき向こうにやっちゃったせいでだいぶ向こう行っちゃった、向こう行っちゃったから、ね、なんだ、なに、はどういうこと。向こうにやっちゃったせいでだいぶ向こうに行っちゃったってどういうこと。おかしいだろその日本語。おお145レベル。あ、気づいた。なんかいいのいたぞ、いいのいたぞ。え、こんな早かったっけ、あれこんな早かったっけ。やべえやべえ、振り切れねえ、マジか。え、こんな早かったっけモサって。うわ久しぶりになった。だからな、全然あれか速度とか覚えてねえわ。早っ、だって振り切れねえんだけど。振り切れねえ、マジかよ。いやー、あ、待って待って、あのあれさっきのエラスモサウルスだろ、あいつさっきのやつだろ。いやー、なんかあれなんか色ちょっとね、あのね、東大元暮らしだなこれ。全然近いところにいたわ。どうせあの辺にはいねえだろうとかって思って、ちょっと変なとことか、あ、なんか何十分か見て回ったりしてたけど、東大元暮らしだったな。こんな早かったっけこいつ。バシロサウルス振り切れなかったっけ。あ、ちょっとさ、さっきからさ、見えちゃいけないとこ見えて、あ、え、あ、あいつがあれか、さっきの60レベルか。あいつに気づかれると厄介だな。メイトブーストかかっちまうんだよ。でもあれから気づくかな。いやー、なんかこう、やっぱ海中で会うと怖いねこいつ。こんな怖かったっけ。特に何かしてくるわけでもないけど、めちゃめちゃ怖えわ。あ、これあれか、来たか。うわー、合流された。うーわ、最悪、合流されたわ、チキショー。オッケーオッケー、でも罠のとこまでは来た。お前ら色似てる、色が似てるんじゃお前ら。やべやべやべ、164とかえげつないダメージ出してる。ちょっと待って、メスだけ入らない、うまいことうまいことメスだけ入らないですか。どっちだ、色似てんだお前ら、お前ら色似て似すぎだろお前ら、お前ら夫婦か。あ、やべえやべえやべえ、旦那さんが入っちゃう、旦那さんが入っちゃう。そうそうそう、こっちが多分メスだよな、こっちがメスだよな。
よし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 。え、あれ？あれ？モサって抜けられなかったっけ？モサじゃない。あれ？バシロって抜けなかったっけ？ちょっと待って。145メートルの方がどっか行っちゃう。ちょっと待って待って待って。あ、いいや、いいや、いいや。え、ちょうどいい、ちょうどいい。60秒なんかハマったから。いや、今こいつ倒そう。こいつ倒そう、今。ふぅ。ついでになんだおめえら。おめえらなんだ。オルドビスキから何しに来てんだてめえら。てく、さっきまでいなかったろ。バシロサウルス通り抜けらんなかったっけこれ。あ、これあれか、もしかして門がついてるからか。これ門がついてるからか、もしかして。あれ、うわ、バシロって通り抜けらんなかったっけ。まあいいや、ちょっとまたこの辺りにいてくれること信じて。いや、もう一回、ちょっともう一回あれちゃんと変えてきましょう。ちょっとメガロドンかなんかに変えてこよう。ね、あのさ、ちょっと一つ今思ったんだけどさ、俺あのメガロドンもさ通れなくね、ほら。いや、ちょっと待って、俺どんな罠作ってんのこれ。ゴミすぎんだろこれ。いや、ちょっと待った。え、第一シーズンの時って俺どんな罠かけつけてたっけ。ちょっと確認してこよう。なんか全然なんか違う。何なんだろうこの使い勝手 の違いは。おい、ふざけんなよもう。第一シーズンの頃に作ってた罠、これ全然形ちげえじゃん。マジかよ。え、じゃあ俺このアイディアどこからひねり出したん、このクソみてえな罠のアイディア。この罠のアイディアどっからひねり出したん。ゴミすぎんだろこれ。これ破壊しよう。これこれさ、どっからひねり出したん、こんなクソみてえな罠のアイディア。柱足りねえだろ絶対。4本作れるけど。いや、ちょっと待って、ひどすぎるでしょ。まあ要はこういうことだろう。あー、あと1本足りないけど、1本足りないけど、ただこれいらないじゃん。ここいらんから、これ外して、これ外して、ここのあの8枠とか外しちゃおう。 OK、 これで多分これで大丈夫だと思う。ちょっと待って、ひどいなこれ。あ、これで大丈夫だわ。うーわ、なんか昔はなんかもうちょっとなんか、しかも背も高く作ってあるしね。いや、なんか失敗したな。でモササウルスどこ行ったんだよあいつ。さあ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 、起こしやす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 。ん、いやいや、ちょっと待って。え、いや、もっとグッと入って、グッと入って、グッと入ってって。え、なんか引っかかってない。これ多分高さが足りてないわ。マジか。モサ入る高さだってこのぐらいだと思ってたけど。マジ？じゃあこれまた1段ずつ、1段ってか2段ずつぐらい上げて全面的に回収し直しかこれ。キッズマジか。よーし、ちょっと高さ変えたぞ。高さ変えて、で、あとここ抜けれるようにしました。はい、こんな感じで。はい、これでもう大丈夫。バシロサウルスでも抜けられると。よし、大丈夫。で、ただ日が暮れてきたけど、もうしょうがねえ、もうしょうがない。逆にもうこれで、あれだろ、チャンス逃したらもう大変なことになるから、もう一回やるしかねえわ。なんか知らんけど、素直についてきてくれるけど、嘘でしょ、このタイミングで壊れます。嘘でしょ。よいしょ。いってんだよな、もう。頼む、うまくいってくれ、入ってくれ、入ってくれ、入ってくれ。よし、やっと入ったわ、やっと入った。あとはしまった、あとはこれ閉めるだけなんだけど。うわ、出ちゃった、クソ。
ね、こう。オッケーオッケーオッケー、しまってしまってしまってる。よし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 、いったべ。オッケー、いった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 、よしよしよし、やっとだよやっとだよ、もういやー、ようやっとだよ。大丈夫だろうな、あとは。よし、じゃあ打ち込んでいきますか。もうやっとだよ。いや、ちょっと待って、最終安全確認とかちゃんとしとこう。ああ大丈夫、さて行こうか。ちょっと待って、なんか血が結構出てきてるな。やばいか、もしかして。いや、今どのぐらいだろうな。ちょっとなんか血ちょっと出てきてるんだよな。もうちょいで寝るとは思うんだけどな。どうなんだろう。あ、まだか。いや、なんか100発以上も打ち込んでるんだけどね、まだ寝る気配がないんだよ。もうすぐ寝そうではあるけど、攻撃はしてないから、なんかもう寝そうな気がしないでもないんだけど、どうだろう。そろそろ寝てもよくない？なんか、あ、また攻撃を始めた？違うか。だってやばくない？なんか血結構出てきてるよ。やばい。まあ、ちょっと待って、まあでも100本打ち込んだってことは、まあ大体620ダメージぐらい入ってんのか。ちょっと待ってくれ、まだダメか。あ、寝た。あ、寝た寝た寝た、よかったよかった、ようやくだ。 OK、 大丈夫だね。よっしゃ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 、寝た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 。一発打ち込んじゃってないよね、大丈夫だよね。 OKOK。 お、メレー230。あ、割とメレー230だったらいい方なんじゃない。あー、メレーはやや高めだけど、その他はマジ平均だな。てか、まあウェイストエンドポイントが結構高めだから、もしかしたら答えとしてはちょっと良くないかもしれない。でさ、ちょっと最悪なんだけどさ、あのこれキブル足りてねえ、こいつキブル足りてねえ、こいつあれだ、お、黄色キブル、あれ少なくとも9個必要だわ。やべえ、キブルが足りてねえぞ。ちょっと麻酔薬あれか、飲ませて、麻酔薬飲ませて、ちょっとあれだな、一回家帰んなきゃダメだ。でも家に帰っても確かキブルあったかどうか覚えてないんだよな俺。まあ、いや、とりあえず一回ちょっと帰りましょう。一回帰ろう。 OK、 持ってきたぜ、持ってきたぜ。まだ消えてないね。 OK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 、 さすがやで。 OK、ちなみに、あの、念のためだけど、念のため、空色キブルちょっと余ってたから、持ってきました。Y バーンの卵様様。よし、じゃ、どうかな、気絶し。あ、よかった、麻酔薬飲ませたおかげで、まだそんな減ってないわ。どうだ ?1 個何個増える ?20%? あ、違うわ。1個で 10% ちょっとしか増えねえんだ。なるほどね。そういうことか。あ、でも結構、あ、結構いってんじゃん。あー、あ、終わった、あっという間に。あ、やった。え、ということは、あ、もうキブル全部食い尽くしてるね。オッケー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 、よっしゃー、やったー。ラグナルクの第一シーズンでテイムできなかった念願の高レベモササウルスね。ラグナルクの第一シーズン60レベルのモサしかテイムできなかったからね。やったー、よろしくー。よしよしよし、じゃあ早速ちょっとあれだな、上に上がって色を見てみよう。色はどうかな、何色、これは何色？ああ、抹茶か。あ、抹茶色なんだ。抹茶色、これはデフォルトカラーだよな。イベカラとかじゃないよね。多分いるよね。モササウルスのカラーもわかんないんだよな。いや、抹茶だったか。いや、あれだな。お世辞にもね、あれ、ああ、この色神とは言えないけど。まあでもこれはこれで趣があるじゃん。よし、じゃあちょっと待った。もうお前の名前は決まったわ。オッケー、お前の名前は抹茶だ。結構可愛いと思うけどな、抹茶っていうのも。なんか、お茶の名前ってか、なんか可愛くない？お茶の名前って。女の子だしね。まあでもあれか、いや、どうしようかな。まあいや、とりあえず抹茶にしとこう。なんかまた帰るかもしれない。なんか急になんか自信なくなってきた。あ、オッケーオッケー。いいよいいよ。あれ、餌取っとこうぜ、餌。
ほら、行ったれ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 、さすが328も出してやがる。食べていいんだよ。何遠慮してんだ。で、あれだな、イベント適用のためにさ、デストロイコマンドをさ、打ったんだけどさ、久しぶりにシャチとか湧いてんだよね。なかなか湧かなかったよね、シャチ。でね、なんの因果か知んねえんだけどさ、バシロサウルスがめっちゃ湧いてんだよ、近隣に。しかもあれだよね、しかもあれ、レベル、あそこのなんか岸辺にいるやついんじゃん。あいつ145レベルなのよ。で、さらにね、今いないかな。ちょっとこの近くにね、実はもう一匹ね。あれ、あいつか？あいつも145レベルっていうね。何してんだって話なんだよ。まあ、ただね、もうキブル使い切っちゃったからね、今、モササウルスに。使い切っちゃったから、もうしばらくはダメだな。おーい、イクチオサウルス、ふざけんなよ、お前。やばい、ちょっと引っかかるな、結構。沖の方に出てあげるか。ん？まずいか、ちょっと。いや、実はさ、あそこにさ、グレートホワイトが1匹湧いててさ、25レベルなんだけど、まあ、グレートホワイト油断ならねえから。あれ、これダメかな。いや、またイクチオサウルスか、これ。いや、やばい、イクチオサウルスがうぜえ。めっちゃうぜえぞ、イクチオサウルス。ちょっとこれどいてもらおう、こいつには。多分こいつが引っかかってんだ。どうだ、どうだ？来れる？え？来れない？まさか。やばい、スタックしたか？よっこいしょ。まさかこんなところでサドルつける羽目になるとは。どうだこれ。ああ、オッケーオッケー、抜けた抜けた抜けた。イクチオサウルス引っかかってたのか、やっぱり。オッケー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 。念願のモササウルスだ。念願のモサだ。高レベルのモサ。やったー。これ、イベカラじゃないよね。イベカラに緑なんかいたっけ。いや、早っ。もうこんなに大きから離れたんか。うわ、早え。こんな早かったっけ。いや、最高の気分だな。いや、しかし今日は結構時間食っちゃったから乗り回したりするのはまた後日かな。ちょっと待って、まず、イケス入る、これ。なんか、これ、イケスの前、岩ぼこだらけなんですけど。大丈夫これ。深さとかは大丈夫そうだけど、これ。これ、ちょっと待って。これ、モサ入って終わりじゃね？これ。これモササウルス専用みたいになってんじゃねえか。ちょっと待って、でかっ！こんなんだったっけ？やばい、もう、てか、いや、横幅も結構ギリギリじゃん。嘘でしょ？こんなんだったっけ？はい。というわけで、今回はここまでにいたしましょう。いや、すげえ時間と手間がかかったな。いや、てかね、いや、てか、あれなんだよ。罠がガバガバすぎる。罠がガバガバすぎた。ほんと、マジで。ね。いやー、もう、きつかったわ。もう、何回も行ったり来たりしてさ。まあ、いや、まあ、とりあえず、結果としてね。じゃあ、結果良ければそれでよしよ。結果として、ね、あれ、こういうね、それなりの命令個体で、まあ、面白い色のね、モササウルステーマができたんだから、それでよしよ。しばらくはこの子を乗り回していきたいな、てか、ほんとでかいな。ほんとでかいな。あ、ほんとでけえなって。え、あ、ほんとでけえなって。なんで二度も言うのよって言うから。はい、言ってやったって。まあ、もういいや。このネタわかるやつは、そうそういねえだろ。よし、じゃあ今回はここまでで。ご視聴ありがとうございました。では、さようなら。